ちが Go for ハッピネス、ハッピネス。というわけで今回の企画は、もしかしたらおバカがバレるかも、第1回抜き打ち漢字テスト。出題範囲は小学1年生から6年生までということで、簡単じゃん。あ、まあ、西割引小学生でしょ、ほん大人の階段登ってきたよ。すごいベタな煽り方してる。本当に聞いてんだよ、僕は。本当に自信があるかないかを聞いてる。本当にどうどう。いや、まあ、まあ、でもまあ読む方はいいとして、うん、書くことある感じ。最近、スマホでさ、もうさ、できてるから。フリックはだけどさ、まあ、でもユキとか漢字得意みたいな感じ、こちらと聞いたんだけど、うん、お、あ、いいです ね、声が出ない、声が出ないからね。そう、ちょっと待って、漢検2級全部ひらがななんだけど。え、てかまずさ、動画の見てる皆さんはさ、なんでユキとか喋れないのかっていうの気になる。あ、そうだね、なんで喋れなくなっちゃったの。あ、じゃあちょっと書いてください。ちょっと書いてください。なんで今喋れないんですかね。はい、書きなさい。チャリコさん、顔でごまかし。なんでなの。風喉が雑魚でーす。ライブもあるからね。そうです、今は喉お休み中。はい、お休みです。というわけで、はい、動きで楽しんでね。いつも以上にここがすごい。それでは第1問お願いします。問題、自動車学校で縦列駐車の方法。ちょっと、それではスタート。いやいや、待って、待って、これ何かわかるんですか。待って、やばい、あ、全然違うな。え、意味わかってないけど、え、多分こういうことだよ。終了。それでは、せーのでドン。あ、これは正解者は何これ。ノット。自動車学校行ってないけど、多分こういうことだろうな。すごい、えらい、ちゃんとその人に大卒はしげえよな。さっきはでかいの、結構やばいの、結構厳しいかも。焦っちゃう、時間に追われる。やかましい、やかましい。焦っちゃうんだ。じゃあ、じゃあ、まあ、行くしかないんだから。これはね、今までちょっとね、はい、これだけのために。はい。いや、じゃあ行ってもらうよ、次こそ。次こそ10秒。いや、行こう。回答時間10秒で行くからね。10秒ね、10秒。はい、そうですよ。頼みますよ。はい。じゃあ次、2問目。著しい成長、お答えください、どうぞ。これ小学生で習わない、習わないよな。待って、著しいってこれじゃなかったっけ。なんかね、しょぼいみたいな感じ。終了。待って、いいですか、気をつけよ。せーのでドン。あ、違うな。あ、これっぽいの。ほら、やっべ、焦ったんでしょ。いや、俺じゃないんだ。え、こっちだよ。
って書いてあるの。あのちょっとこの斜めがないとやっぱ綺麗に見えない。先生そんなことない。なんかタコみたいな。もっと具合が好きにやって好きにやってって言ってた。冷え性に効能のある温泉。走って。こんな感じだったなと思って、ほらだって
無冠か草冠かの違いであるアンジュはまだ分かる。こっちはあの見たことない。何これ見たことないから敵みたいな違いラスト2問いきましょう。はい、2問、はい、調子いいんで、いやちょっと調子いいんで、ね、調子いい調子いい、この勢いだったらワンチャン全問クリアもあり得るんで、確かにちょっといきましょう。次、汚れていたので洗車した。答えて。これはそう、全員クリア。洗車って乗る方のやつ。そうだ、洗車、洗車。どっち、どっち。汚れていたので洗車したって、それもうバーン、大統領だった。汚れていたやべ、終了かも、はい、これシンプルだな。あれいけたよ、いけた、シンプルいけたな。あ、いくか、せーので、ドン。あ、いいんじゃない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 、答えは、うん、答えて。これいけるよ、だって俺がいけてるもん。やばい、いけるぞみんな。終わりー。多分ドン。同じ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 、うん、OK、正解。 OK、 OK、 あ、正解。大丈夫かな、これ俺たちはこれ
意外に難しかったね、やっぱ。いや多分さ、わかんないけど、今の僕の頭よりその小学生の方の方が頭がいいと思います。痛めちゃった。痛めちゃった。頭がいいと思います。やっぱ俺たち洋服だからわかんねえからな。わかんない。小学生って偉い。ありがとう。教えてくださいよ、パパ。はい、というわけで、ちょっとでもね、なんか可愛いなって思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして面白いなと思ったところ、ぜひ動画を切り取って参加していただけると嬉しいです。はい、でその際にハンビーの公式 YouTube のリンクも貼っていただけると嬉しいです。以上、僕たちがゴーフォアハンビーです。ハンビーでした。